シクロクロスとは、オフロードで行われる自転車競技。または、その競技のための自転車の車種。シクロクロスはフランス語読みであり、英語では、サイクロクロスと発音される。略語として、CX と表記される。シクロクロス競技、シクロクロスの起源は、ロードレース選手の陶器トレーニングの一環として、始まり、現在では、ヨーロッパ、特にベルギーのフランデレン地域、オランダ、 チェコで盛んに行われている。競技は一周が3から4キロメートルの不正地の周回路で行われるが、はじめに競技時間が規定され、周回数が競技中に決定される。一周目のラップタイムで規定された競技時間を除算して、周回数が定められ、この周回数を最初に消化した選手が勝者となる。競技時間はロードレースに比べると短く。 30分から1時間である。コースには人工の障害物が設けられ、必ず下車して自転車を担がなければならない部分が作られている。またシクロクロス特有のルールとして、ピットで自転車の乗り換えを含む機材交換が可能となっており、一人の選手に対して複数のピットクルーが台車を用意してピットに着くことが多い。使用機材は上級カテゴリーでは、 ドロップハンドルの使用が義務付けられているなどの規定がある。ロードレースがチームでの連携や陽動などの複雑な駆け引きが戦術として大きく作用するのに対してシクロクロスは選手個人の身体的能力や自転車の操打能力が結果を左右する。主要なレースはロードレースのオフシーズンである11月から2月上旬にヨーロッパ各地で行われ、また世界選手権も 同様に冬季に行われる。多くの選手は他の自転車競技にも参戦しているが、シクロクロスにのみ参戦する選手もいる。同じく、ロードレースのオフシーズンに集中開催される、トラックレースの6日間レースよりも現在では、人気面で凌駕しており、最高峰の大会である、世界選手権の他に、UCI シクロクロスワールドカップ、スーパープレスティジュ、 DVV とロフェという3つのシリーズ戦も並行して行われている。なお、以上4つの大会すべてを同一年度シーズンに制覇した選手のことをグランドスラムと呼んでいるが、スベンネースが2005年に達成した。2016年からはこの他にエチアスクロスというシリーズ戦も行われている。オランダ出身のマリアンヌ・フォスは世界選手権で7回優勝している。 シクロクロスの起源は1900年代に遡る。その成り立ちにはいろいろな説があり、一概には言えないが、一説には自転車選手が隣町までの競争の際、近道のためにフェンスの中に入り畑の中を自転車で走ったのが起源だとも伝えられる。これは当時オフシーズン期間にもコンディションを保つ方法でもあり、また不正地を走ることによって自転車の操作能力、 瞬発力を高める訓練にもなった。初期のツールドフランスの優勝者に、このようなシクロクロスの原型とも言える練習方法として取り入れていた人物がいる。次第に本来練習であったものが競技として形成され、1902年にフランスで国内選手権が開催され、そしてフランスより生まれたこの競技は次第に近隣の国へと伝わり、1924年に 最初の国際大会がパリで行われ、1940年代に国際自転車競技連盟が正式な競技として認定、1950年には世界選手権が開催された。その後、シクロクロスは大西洋を越えてアメリカに伝わり、1970年代に流星、1975年にはアメリカで国内選手権が開かれている。また、 マウンテンバイクの誕生にこの時代のシクロクロスのレースが関わっている。シクロクロス車自転車の車種としてのシクロクロスとも言うは、UCI のシクロクロス競技規定に準じたものである。UCI、またはその参加の団体主催の競技では必須である。UCI 管轄外の競技であってもそれに準じるものもあるが、不正地の走行を想定して設計されているマウンテンバイクや ビーチクルーザーなどのシクロクロス車以外でも参加できる場合もある。UCI が規定したシクロクロスの特徴は以下の通り。シクロクロス競技では不正地を自転車あるいは自転車を担いで走る必要があるため、選手はランニングに不適なロードレース用のレーサーシューズではなくツーリングシューズまたは MTB 用シューズを履く。また、競技会場は 木々が無造作に生い茂るところも多いために木の枝を衣服に引っ掛けないようにもっと肌に密着した上下一体型のレーシングスーツを着用することもある。競技用のシクロクロス車をもとにロードバイクとしての使用も想定した車両も販売されている。この種の車両はホイールベースが長いキャリア取り付け用ダボやボトルケージ用のネジ穴の存在など 純粋な競技機材としてのシクロクロス社とは異なる部分がある。映画、クランチャースによる。おそらく競技規定が今ほど厳しくなかった時代にギア付きのビーチクルーザーで参戦したモローダートクラブの連中にジョーブリーズなどマウンテンバイクの創始者が触発されたという。詳しくはマウンテンバイク歴史参照。AB 勝者たちのシクロクロス。 スペシャルバイクハット UCI2 アラウディスクブレイクスインサイクロクロスコンペティションハットマッサージアイシクロクロスショーはサイクルベースアサヒ一時ゴムテにシュープレートを兼ねた滑り止め金属スタッドを付けたシクロクロス専用シューズが発売されていた。ありがとうございます。